おはようございます。今日は先日拝見した生き神について語りたいと思います。滝本智之監督、犯人に次ぐが結構面白かったので、ちょっと期待していたのですけれど、今回の作品は結構無意味にシリアスだったっていうのはありました。この映画の設定はですね、あの近未来、国民はみんな生まれた時に薬を打たれて、その薬で20歳そこそこで何人かに1人が死ぬようになってるわけですね。法律でそれが定められていて、あなた死にますよって通知が政府から届く、その紙のことを生き神って言うんですね。で、この物語の主人公はその生き神を届けるための機関に所属する新人なわけなんですけれど、その法律自体にどんどん疑問を覚えていくという内容ですけれど、明らかにそれ以前の問題だろうという、普通に考えればこんな法律通らないですよね。その生き神によって悲劇的に死んでいく人たちのオムニバス的に描かれているんですけれど、その設定自体がもう腑に落ちないままだから、もうずっと腑に落ちないまま行ってしまうという感じで、シリアス路線で泣かせようとしてる割に全部が空回りしてしまったなという印象を覚えてしまった作品でした。それではまたお会いしましょう。